はいどうも皆さんこんにちは、ミニマリストのたけるです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今回の動画では家計が苦しいを脱出する10のポイントをご紹介していきたいと思います。生活が苦しくて好きなことに使えるお金が少ないとか、家計が苦しくて家族に我慢させていることが辛いと悩まれている方も多いと思います。なので今回はお金の悩みや不安をすっきりさせるコツをご紹介していきたいと思います。まずはなぜ家計が苦しいのか、その原因を知ることが大事だと思うので、大きく分けて7つの原因がありますので、皆さんの家計がどれに当てはまるのかチェックしてみてください。まず1つ目は浪費、無駄遣いです。いわゆる贅沢のしすぎということです。よく外食に行くとか、毎月洋服を買うとか、よく旅行に行く、欲しいものを買いまくるとか、収入が多ければ特に問題はないんですが、過度の娯楽や贅沢は当然家計が苦しくなります。続いて2つ目は生活費が高いということです。無駄遣いしてないのにお金がたまらない、お金がなくなるという場合は生活費が高いことが原因です。例えば家賃や車両費、保険、通信費などです。生活費全般が高すぎると自分では当たり前の感覚で生活をしてしまうので、気づいたらお金がないとなってしまいます。3つ目は収入が低いということです。体調不良や病気など何らかの理由で人並みに働くことができず生活が苦しくなるケースもあります。もし1ヶ月の収入が10万円以下で自力ではどうすることもできない場合は、生活保護などの国の制度を検討した方がいいかもしれません。4つ目は子供にお金がかかるということです。子供に習い事をたくさんやらせるとか、おもちゃやゲーム、お菓子を買いすぎたりとか、子供にいろんな経験をさせるために週末よく出かけたりとか、子供にはいいものをと思って少し高いものや食材を買ったりとか、子供のことを思ってお金をかけすぎるケースですね。子供には苦労をかけたくない、お金のことで心配させたくないと思う気持ちもわかるんですけど、収入に見合わない教育費、子供への投資で家計が苦しいのはちょっと考えものです。5つ目は SNS でいいねが欲しいということです。最近だとこういうのも多いんじゃないかなと思います。周りから評価が欲しい、認めて欲しい、褒めて欲しいから新しい商品に飛びついたり、話題のお店によく行ったり、流行物を買いまくったり、リア充アピールのために豪遊しまくったり、そんな風に見栄を張ったり背伸びをし続けると当然家計も苦しくなります。6つ目の原因は夫婦間でお金のことが共有されていないということです。お金の管理を相手に任せっきりだったり、自分だけがお金の管理をしていると家計が苦しくなりやすいんですよね。相手がどこにどれくらいお金を使っているのかも把握しにくくなるし、たとえ自分が家計に苦しんでいたとしても相手がそれを知らずに相手が浪費したりとか節約してくれなかったりするからです。最後7つ目の原因は借金があるということです。住宅ローンだったり車のローンだったり奨学金だったりとか、借金の返済に追われると当然生活は苦しくなります。はい、ということでまず家計が苦しい7つの原因をご紹介してきましたけども、皆さんはどれが当てはまりましたか？で、ここからは苦しい家計から脱出する方法を10個ご紹介していきますので、今後の生活にお役立ていただければと思います。まず1つ目は家計簿をつけるということです。まずファーストステップとしてしっかりと家計を把握するということが大事になってきます。どこにどれくらいお金を使っているのか、収入と支出のバランスを確認してみてください。家計簿をつけることでお金をかけすぎているところを見つけることができたり、節約できるところを見つけることにもつながります。続いて2つ目のコツは
親の言うことを鵜呑みにしないということです。子供にはお金をかけろとか、家は買っておけとか、あれを買え、これをしろとか親から言われるかもしれませんが、全てを鵜呑みにしてたら家計が破綻してしまいます。親世代の価値観は今の時代に合っていないこともありますので、しっかり自分が考える、家族で考えることも大切です。3つ目のポイントは物を減らすということです。僕のチャンネルではしつこいほど言ってますが、物を減らすとお金が貯まりやすくなります。本当に必要なものだけで暮らすようになると、物欲が減って支出が減ったり、無駄遣いをしなくなったり、物を減らした分狭い家でも住めるようになるので家賃が低くなったり、無駄に収納ケース、収納棚を買う必要がなくなるからです。4つ目のポイントは今あるものに目を向けるということですね。新しいものが気になる、流行を追いかけたくなると、どうしても出費が増えてしまいます。なので今あるものに目を向けるようにしてみてください。今あるものでも十分だなと思えるようになれば、物欲も減るし無駄遣いすることも少なくなっていくと思います。5つ目のコツは生活水準を下げるということです。家賃が高すぎたり税贅沢をしすぎたりすると生活が苦しくなるので、例えば家賃が低いところに引っ越したりとか、贅沢する回数を減らしたり、燃費も良くて維持費もかからない軽自動車に乗り換えたり、自動車保険や生命保険を見直してみたり、携帯のプランをちょっと見直してみたり、節約できるところは節約するようにしてみてください。6つ目のポイントは転職や副業を考えるということです。やはり収入が低い場合は生活水準を下げるか収入を上げるしかありません。なので今後の生活のことを考えれば、転職をしたりとか副業をするのもありなのかなと思います。続いて7個目のコツは子供への投資はほどほどにするということです。子供に将来苦労してほしくないとか、何でもやらせてあげたい、大学には行かせてあげたいと思う気持ちもわからなくもないですが、自分たちの生活が破綻してしまっては元も子もないですし、老後の生活で苦しくなって子供に迷惑かけても元も子もないですよね。なので自分たちの収入に見合った投資をすることが大事だと思います。続いて8個目は見栄を張らない、ありのままを大事にするということです。SNS 映えを意識しすぎて浪費をして家計を圧迫してしまっては元も子もないですし、例えば他にも人によく思われたいとか嫌われたくないと思って流行を追いかけたりとか、周りの人と競い合ったり背伸びをしたりとかして浪費をしてしまうことも同じです。見栄を張らず、背伸びをせず、等身大の自分、ありのままの自分を大事にしてみてください。それでもいいと言ってくれる人、それでも自分のことが好きと言ってくれる人と仲良くしましょう。そして9個目のポイントは夫婦間でお金のことを共有するということです。もちろん個々のプライベートのお金の使い方まで細かく把握しようってなると、お互いにストレスになったりとか喧嘩が増えてしまったりするので、家族で共有し合うのは家賃だったりとか車両費だったり光熱費だったり食費だったり子供への教育費だったり、そういう共有部分で使っているお金っていうのを夫婦間でしっかりと共有することによって、家族全体で家のことを考えて節約に協力してくれたりとか浪費をしなくなったりとかすると思うので、自分だけが悩んでストレスを抱えるっていうことがなくなると思います。家計が苦しいことを家族に相談して、どこにどれくらいお金を使っているのかっていうのをしっかりと家族でシェアをして、今後どうしていけばいいのか、どうするべきなのかっていうのを一緒に考えてみてください。節約できるところはないか、お互いに妥協できることはないかっていうのをしっかりとね話し合うことによって、苦しい家計から脱出できるいい方法が見つかるかもしれません。最後10個目は
むやみに借金しないということです。当たり前ですが、借金をすればするほど生活が苦しくなるので、借金をしてまで物は買わないとか、もし仮に買うとしても一括で払うとか、あとは無理に高いものを買うのではなくて、自分の収入に見合ったものを買うっていうのが大事かなと思います。たとえローンを組んだとしても、余裕を持って返せることがとても大事です。はい、ということで以上10個が苦しい家計を脱出するための具体的な方法になりますので、ぜひ参考になった部分は実践してみてください。で、ここからはちょっとブログ形式で動画を撮っていこうと思います。普段の僕のライフスタイル、ありのままの生活をお見せすることによって、物が少ない暮らしの良さや魅力っていうのもお伝えしたいと思ってますし、あとは僕自身のんびりスローライフっていう生き方を目指していて、のんびり人生を楽しみながら生きていきたい、生活していきたいなっていうふうにも思っているので、興味のある方、お時間のある方だけ見ていただければと思います。で、今メインの動画を撮り終えて、時刻がお昼の12時半ちょっと過ぎぐらいなので、まずはお昼ご飯を食べたいと思います。今日のお昼ご飯はチャーハンです。いただきます。そして食後のデザートに、妻が手作りで作ってくれたアップルパイを食べたいと思います。で、最近この妻が作ってくれるアップルパイにめちゃくちゃハマっていて、お店で食べるアップルパイは結構甘いんですよね。ちょっと甘すぎるのが僕は苦手で、でもこのアップルパイは甘さ控えめで、まあ、僕にとってはすごい程よい甘さなので、もう妻が休みの時はもうね、とにかくこのアップルパイを作ってもらってよく食べてます。めちゃくちゃうまいです。で、今から僕のチャンネルに来たコメントに返信をしたりとか、あとは動画を編集したりとかしていきたいと思います。はい、ということで、だいたい今日やるべきことは終わりまして、時刻が今午後の2時なので、ちょっと今から僕の大好きな銭湯に行って、のんびりゆっくり過ごしたいと思います。はい、ということで、だいぶゆっくりのんびりできたので、家に帰りたいと思います。
はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。もしちょっとでも参考になりました、よかったよと思われた方がいましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。